シース皆さん、こんにちは。おやじです。今日の動画は、走行動画を見ながら、道路交通法について、いくつか話していきたいと思っております。で、今ですね、煽り運転に対する罰則や、運転中のスマホ運転、横断歩行者妨害の取り締まりが強化されて、 いるというのはね、皆さんご存知のはずなんですけれども、その基盤となるのが道路交通法です。実はですね、その中には、これも違反なのというものがね、案外少なくないです。で、我々はもちろんあの、運転者で運転免許を取るときに、学科の勉強をね、すごくしたと思うんですよ。で、その中でね、道路交通法だとか、いろんな交通法規をね、あの、しっかりと勉強して、 で、合格して、見てたく運転免許証をもらったと思うんですけれども、ね、で、これでも結構ね、知らないところも結構あるんでね、いくつか紹介していこうかなと思っております。で、まず第一にですね、停留所からバス、バスなど発車しようとする路線バスの前にギリギリ入れた、入れたと。 で、これはですね、歴ッとした違反なんですね。これはですね、乗り合い自動車発信妨害違反という、デッキとしたない、あの、交通違反です。で、違反点数が1点、搬則金が6000円と、これ、普通車の場合です。乗降中の路線バスが、まさに今、発信しようと、右ウインカーが 出ていたけれども、対向車も来ていないので、アクセルを踏み出して追い越した。それも立派な交通違反なんですね。で、道路交通法第31条の2項に、停留所のバスが発進するため、方向指示機で合図した場合、その後方の車両はバスの進路を妨げてはいけないと。という規定がね、あるんですね。で停止した直後でない限り、発進まで待つと。 そのくらいの用事がね、ある方が、本当安全運転にね、つながります。で、1台ね、前にバスがね、出たくらいで、そんなね、あのー、変わり、変わりはしません。で、路線バスはね、またあのー、数百メーター行くとまた、あの、バスの停留所にね、止まりますので、そのくらいの用事がね、あった方がよろしいかと思います。で、2番目にですね、追いつかれた、 高速車に抜かれないように加速したと。これもね、デッとした違反なんですね。これは他の車両に追いつかれた車両の義務違反と。違反点数が1点、反則、反則金が6000円。これも普通車です。で、ルームミラー越しに、高速車の会議はだん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 大きくなってきますよね。 で、そうした、そうした時に、そう簡単に抜かせてたまるかと。まあ、思うかどうかわかりませんけれどもね。なぜかあの、抜かれたくない症候群みたいに。で、アクセルを踏んだと。で、これも道路交通法第27項の、他の車両に追いつかれた車両の義務違反と。これもデッキとしたね、あのー、道路交通法にうたってありますんでね。 で、進行後方の車両が自社に追いつき、追い越し始めた場合には、その追い越しが開始するまで速度を上げてはいけないと、いったことなんですよね。なのでね、その、よく抜かれたくない症候群とかがありますけれどもね、私もちょっとこれ、さっきのスピードは上がったんじゃないのと、ね、といったね、あの、なかなか追い越せないといった場面もね、あの、いくつか、 あります。で、次にですね、コンビニの駐車場に限ったまま車を止めて買い物したと。これはですね、公安委員会厳守事項違反。というデッキとした違反なんですね。違反点数はね、ないです。で、反則金がね、6000円。これも普通車ですけどね。このように、 治安が比較的良いとされる日本では珍しくない光景ですけれども、でも、これ交通違反なんですね。道路交通法の第71条に、車を離れるときは他人に無断で運転されることがないようにするため、必要な措置を取ることと明記されているんですね。鍵の付けっぱなし、エンジンのかけっぱなしのほか、窓のっぱなし、全開も違反の対象だそうです。 当たり前のことですが、安全と防犯のためにも車を降りるときにはエンジンを止めて必ず施錠をしましょう。で、私がね、昔聞いた話です。大阪でね、聞いた話です。あの、ダンプにね、ダンプに摩擦地をね、あのー、入れてて、で、で、まあ、コンビニかどっか行ったんでしょうね。で、車から離れたときに、ダンプ。 ダンプ、トラック、トラックごとね、あの、盗まれたと。で、そのままですね、貨物ターミナルちゅうんですか、あの、船に、船の貨物船に乗せられて、その外国に売り飛ばされると。いったね、ことがね、本当にね、あ,あったそうです。で、地元のね、運転手が言ってましたんでね、本当はあの、大阪気をつけた方がいいよと。 もうね、30年以上の前の話なんでね。で、横浜の方でもね、あの、なんかね、そういったことをね、聞いたことがありました。このようにですね、あの、知らないでは済まされない、その、ね、こともありますので、あの、本当皆さん、運転手さんは気をつけてもらいたいな、と本と、思いました。はい。それでは、この動画、以上になります。ありがとうございました。